皆さんこんにちは、ユニバーサルコインの西村でございます。今日も突っ込んでいきましょう。日本政府日銀同時デフォルトか、それとも世界同時デフォルトかということで、突っ込みますけれども、さすがにこの内容をすべて一般の YouTube で言うのは私も差し控えたいと思いますので、この内容に関してはたびたび恐縮なんですけれども、今度6月の11日にセミナーをやりますので、そちらのところでお話をしていきたいと思います。触りの部分だけこちらの動画の方でお話をしていきたいと思います。そうですね、まずは日本政府、それからこの世界同時デフォルトというのはアメリカ、ECB、要は各国、ヨーロッパですね、先進諸国、オーストラリアとかカナダとかも他もありますけれども、いわゆる先進諸国、この先進諸国の政府の債務、いわゆる国債の残高が膨張していると、もちろんこのコロナの影響もあってというところでもありますけど、その前から約10年から20年ほど前からだったと思います。この政府の債務が膨張し続けていると、そしてその国債収支という意味でも赤字になっていると、よくこのグラフが出てくることと思います。主な国の債務残高対 GDP 比というものですよね。はい、これが日本が先進諸国の中で飛び抜けてるんですよね。で、これを日本の財務省も、いわゆるそのプロパガンダというものを使ってやってくるわけですけども、いわゆる増税の話ですね、というものがやってくるわけなんですけれども、忘れちゃいけないのはドイツはかなり優秀な方だと思いますけれども、それ以外のヨーロッパ、そしてアメリカも対 GDP 比を 100% 超えてきているという状況、そして日本はもう飛び抜けているんだっていうことなんですよね。で、このいわゆる債務残高、収支というものが国民の税金から徴収をする政府、それに対して国債の借金を返済をしていくという政府が、今の経済と今のお金の仕組み、いわゆる中央銀行システムであり国債というシステムでは黒字化ができない、要は政府がもうお金を返せないと、この仕組みではという状態になりつつあったのが、この2000年代後半ぐらいだったと思います。そして日本は、これはしょうがないですよね、アメリカの属国ですから、特別会計本当に見せてくれというような話だと思いますけれども、国民負担率 48% というものすごい税負担を課せられている日本なのにもかかわらず、これだけ政府債務の残高が減らないとどこまで貢ぐんですかという話ですよね。というこの、すいません、ちょっと感情論が入っちゃいましたけども、日本というのがデフォルトをするんじゃないかという懸念であったり、世界の先進諸国各国の政府も世界同時にデフォルトをするんじゃないかというこの噂が絶えないというわけなんです。そして日本の政府が財政破綻をするということはだいぶ前から、もう20何年前から言われていましたし、逆に言うとそれに対して MMT 理論であったり、財務省自身も国内で貸し借りをしているだけなので、政府が財政破綻をすることはないっていうふうに言ってるんですよね。しかしこのコロナというものが2020年から世界の経済を痛めつけたことで、日本ももちろん悪化をしましたし、さらに今回は黒田さんが金融緩和をやり続けてますんで、もうとんでもない政府の、借金が増えてきているわけですし、それを日銀が買い取るっていう、もうとんでもないことをやってるわけですよね。なので日本が、政府がデフォルトをするっていう可能性と、これは本来は理論的ではないんだけれども、その政府がもうお手上げですっていうふうに宣言をするかしないかっていう話を以前の動画でもしましたけれども、それと同時に日銀が債務不履行デフォルトをするんじゃないかという噂も立ってきているという話、さらにこの日本という国家以外の先進諸国に関しても政府の債務残高はものすごく膨れ上がっていることは確かなわけですから、ここも含めて世界同時デフォルトをするんだという噂がこのコロナが始まった頃から言われているかと思います。というこの話なんですけれども、なぜ約1週間ほど前にデフォルト、債務不履行というのは起きるものではなくて起こされるものだという動画を作ったかというと、突然今日の話をすると、いえお前西村こら MMT 理論分かってねえだろというふうに言われるかなと思いまして、
もちろんそれを理解した上で、理論は理解した上で、それは起こされるものだよということで、彼らが宣言をするものだと。理論がいくら正しかったとしても、彼らが推し進めたい方向に推し進めればいい。ただしそれは理由付けが必ず必要だっていうことなんですよね。その理由付けが世界で誰しもが認める、誰しも、まあ誰しもかどうかは分かりませんけれども、一般の世間のほとんどが、まあこれはしょうがないかというふうに納得できるイベントが2020年からあったかと思います。これを理由に着々とその道に進んでいるんじゃないかというふうに懸念をされる方が多数いらっしゃることと思います。という意味で、理論が正しかったとしても起こされる時は彼らの手によって意図的に起こされるものだということが目の前に迫ってきているんではないかと思います。このあたりの歴史的な背景を含め、さらに我々国民の資産というものをどのように資産分散をしながら防衛をしていくか、このあたりの具体的な話も6月の11日セミナーやっていきたいと思います。6月の11日は全てライブのみという形になりますので、あらかじめご了承いただければと思います。今日も最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。